うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん12月です。2019年も12月に入ってきまして、これをちょっとシェアしないと気が済みません。クリスマスです。クリスマスウクレレ、ガズレレではクリスマスソング、クリスマスにまつわる曲いっぱいもうやってるんですよ。ご存知でしたかね。はい、クリスマスの曲のリスト、ホームページにまとまってます。ここのリンク行ってね。ここにもう20曲以上クリスマスソング、定番曲からもういろんな曲、洋楽もあるし、もう定番のジングルベール、ジングルベールとかそんなのもうほとんどありますから。しかも、めちゃ簡単バージョンですよ、ガズレレだから。もう絶対今年のクリスマスはウクレレで、クリスマスパーティーとか、ね、家族の前でとか、もうクリスマス会、もう何でもいい、忘年会でもいいや、もうウクレレで弾いて歌いましょう。これみんな歌ってくれるから、クリスマスソングっていうのは。絶対盛り上がりますからね。こういう時こそのウクレレの出番ですから。そして一個だけシェアしておきたいと思います。で、例えば、クリスマス会とか、まあ、忘年会とか、ホームパーティーでもいいですけど、そこに行く時にね、ウクレレ持ってってほしいんですけど、あれですよ、ウクレレケース、なんだ、ハイビスカスとか書いてあるウクレレのケース持ってっちゃダメです。あれはね、ダメなんです。なんでダメか。こういう、リュックサック、これ宣伝になっちゃって、今これあれですけど、これね、リュックサックとかボストンバッグにこうやって入れていくんですよ。そしたらほら、これ背負ってきてもさ、まさかここにウクレレ入ってるってわかんないでしょ。それで、わーってみんなね、こう、なんかシャンメリーとか飲んで乾杯してるでしょ。その時に、おもむろにこうやって出すんですよ。そして歌い出す。そしたら皆さん、もう周りにいるオーディエンスが、あー、楽しい、ジングルベル、ジングルベルってなりますからね。だからほら、もうギターとかもうピンポンした段階でもう、あ、ギター弾くんだなってもうバレちゃうじゃないですか。やっぱこのバレないのがウクレレの良さ。わかるかな。これ絶対今年やってくださいね。クリスマスパーティーとかもう何でもいいけれども、もうボストンバッグとかこういうやつに入れててくださいよ。楽器が入ってますみたいなのだとあんまりね、もう出落ちになっちゃいますから、やっぱりサプライズが楽しいです。クリスマスソングをやっぱなんていうの、もうさ、うまいとか下手じゃないです。ジングルベール、ジングルベールってこうやって、わ、盛り上がり、ぜひ体験してください。皆さん、曲はさっきのリンクのところに20曲以上あるからね、 もっとあるかもしれない。ちょっとやってくださいね。そしたらそのね、ジングルベル歌い終わったら何が始まるかっていうと、そこでもウクレレ、ほらここ押さえるとさ、ここが シって言うんだよ。ほらここでさ、すぐね、そうやってまた広がりが出せるわけじゃないですか。それがウクレレのいいところですよ。他の楽器ではね、なかなかそういうことはなりませんよ。はい、ちっちゃいウクレレでクリスマスご活用ください。うん、本当そんなことでございます。はい、それでは皆さん楽しくクリスマスパーティーしようね。ウクレレ持っててよ。ありがとうございました。ガズレレはですね、いろんなことやってますよ。この後ちょっとご案内動画引っ付けとくんで、どうぞ。はい、ひとまずこのガズレレ .com、 このガズレレ公式ホームページを見たらもう大体のことわかるようになってます。ここでリンク貼っておきます。ホームページ見に行ってください。さあ、イベント情報ですけど、ですね、12月7日に湘南のララポート島村垣さんでこうイベントをやってるんですけど、もうソールドアウトになっちゃってるんですよ。で、それ思ってたんですけど、急遽決定、12月8日に、はい、メレカリキメカというサザンオールスターズの関口さんが主催しているイベントで、キッズの講師役で、10分ぐらい出演が決まりました。ありがとうございます。まあ、お時間ある方、遊びに来てください。そこら辺、私、会場をフラフラしていると思いますので、お願いいたします。このイベントの詳細もこの辺に貼ってきます。本出してますよ。たくさん本出してます。はい、まずこれ、代表的なの、これ、今一番来てるやつ。リッドミュージック社から出てる100曲入りの超簡単ソングブックでございます。こちらよろしくお願いいたします。あとはですね、人生を語る。いい本。私はね、白血病になって骨髄移植してるんですよ。そんな、なんか人生を語ってる本。これ、主婦の友社からガズの本出てます。いろんな本出てますので、チェックしておいてください。さあ、楽しくみんなで音楽やろう。ありがとうございました。さよなら。